れか。よろしければ発見ボタンを押してください。お支払い方法を選択してください。お支払い方法を選択してください。めっちゃ無理や。クレジットカードをセットしてください。発見中です。領収書をお取りください。よかった、クレジットで買えた。大きいっすね。今回現金縛りがありますからね。よし、これで、18分、20分だし、ちょっと土産物と飲み物買って、そこで、そこ涼しそうやし、そこで住んで待ってろ。第2、3橋を行ったらいいみたいかな。高速上げてね、もう来るのかな。あれ、今走ってきてるのはあれは雇用、呉の方行くフェリーか。さっき乗ってきたフェリーですよね。そう、フェリーもね、古高ですからね、いいですよね。逆に今防衛艦が全部ひらがな表記ですから、漢字の古高乗れるのはもう逆にこっちですからね。で、あ、ここでいいんだ。10時30分よし。ご注意いただき誠に
早いね、もう4時だな、ね、途中で呉で松山呉到着フェリーに追い抜かしてましたけど、本当に早いですね、あのスピードでガンガン行くと、ダイヤによっては本当にワンチャンショートカットに使えるぐらいのあれでしたね。まあこれで呉から の、 高速ジェット線使ったらやっぱそっちも早いかもしれないですね、行く場所によってはね。ありだな、楽しいな、いや楽しんでる場合じゃない、こっから秋亀山行かないと、壁の方行かないといけないですからね、そう考えるとめっちゃ真逆なんでね、大変なんですけど、でこっからなんですよね、まあ、うちの子は何してでかいであちこちに伸びてもらう、本当のターミナルですからね。もともとはね、そのターミナルって言葉はね、そもそも乗客ターミナルから来てるんですからね、この桟橋のようにこうやって回るのが、電車がね、同じように着くので、そのターミナルっていうふうになってきてるっていうことになってありますからね。いやー、そうですからね。さあ、でも、いいんですよね、ヘッドエンドもあるし、あ、うどんあんじゃん、うどん食ってから考えようかな。一応この後はどこだったっけ、どっちの方面行くやつの出会いんだったっけ。この前とか夜来たからね、あんまり見えてなかったですけど、乗船受付になって、こっちがね、内鳴る港の広島港のターミナルになってますよね。で、どこだったっけな、こっからね、まあ、当然 JR は来てないんで、秋亀山の方に向かうんですけど、まあ、普通に考えたらね、広島駅行きに乗って、これか緑のやつ乗って広島駅行って、そこからね、行くっていう手がある
と思いますし、まあもう一つね、パッと思い浮かぶのは、壁線に乗ればいいんで、横浜の方に行くっていう手がある。そうすると、まあちょっと乗り換えが必要になりますけど、十日町まで行って、ですから、広島港から、西広の方行くやつか、西広島の方に行くやつ、乗って十日町で乗り換えて横川に行くっていう手もありますけど、じゃあもうかかるんですよね。とりあえずどこまで行きゃいいんだ、これ。本通りか。袋まで行く、本通りのあたりね、こっちの方まで行ったりする。まあ、このあたり中心商店街とかも、八丁堀からね、このあたりから、意外とこっちの方のが、あの商店街とかそういうような感じになってますからね。とりあえずこれ本通りの方に行ってしまえばいいよと、いうことで、そこからこれですね、アストラブラインね、使って行ったれば、実は壁線の方に行けるんでね、これが多分一番早いんじゃないかな、とか単純に、理由つけてアストラブラインに乗ってみたいんだ、それだけなんだ、なんで本通りの方に行くやつなんで、そっちの系統の方に乗った方がいいね、緑のやつじゃなくてこっちの方の系統ね、よし、で、どれなんだろう、あれか西広島とかになってるやつとか、あっちの方とかに乗ったらいいのかな、市役所、神谷町、神谷町行くやつで、こっち、これでいいのか、まあまだいくらでもやってくるんで、こっちは。そうですね、神谷町とか行く方のやつですね、的場町経由の方、こっちのね、肘山か、肘山の方行くやつじゃなきゃじゃ大丈夫なんで、まあ、せっかくなんで港の方来たし、うちは来たんだし、ここでちょっとパッと軽く飯食ってくか、安いもんね、うどんとかも安いな、ここからはちょっと中で、